大会前日。ああ、明日大会だ。やだな、100メートルバタフライだ。まあストレッチでもして、今日はそこら辺で寝ようかな。よしよし。よし、いい感じに伸びた。明日早いから、もう寝よう。おやすみ。大会当日の朝。ああ。眠すぎ。今何時？やば、もう出る時間じゃん。急いで準備してよくしょって行こう。電車の中。あー眠すぎ。あーなんか好きな音楽聞こう。イヤホンして、あーいい音楽いい音楽、あーいい音楽。あー会場到着。お、もうすぐあそこだ、会場だ。ふう、やっと一息つける。電車の中長かったな。よし、じゃあ早速朝のアップに行こう。レッツゴー。ウォーミングアップ。パー、あーいい水だ。そして人がいっぱいすぎて水の流れがすごい。あーいい水だ。今日は調子いいのかな。え、あ、やばい、飛び込みの練習行かないと。よし、それー。まあ1回じゃ足りないから、もう1回ぐらいやっとこう。はい、それー、これで準備 OK。 2時間前。もう嫌すぎんだけど、なんで自分のスタイルはバタフライなんだろう。はあ、なんかあんまり昨日まで調子良くなかったし、大丈夫かな、勘やできんのかな、そもそも。もうなんでスタイルはバタフライなんだろう。デース水着装着。はぁ、あ、きれな、きっつ、鬼きつい。うわぁ、うわぁ、肩いっ、なんでこんなちっちゃいのかな。もう行こう。1時間前。よし、とりあえず泳ごう。ちょっとだけ泳いでもうすぐ招集所行っちゃおう。あんまり泳ぐと疲れちゃうしね。とりあえず大会はバタフライだから、バタフライもちょっと練習して。あー、まあ調子いいのかな。うん、行こう招集所。はあ、マジ緊張する。え、隣の人抹茶すぎない？まあいいや、隣の、え、身長高いしゴリマッチョじゃん。え、もう無理、え、この筋肉じゃ無理なんだけど。ちっちゃすぎ、肩幅せんま。お前なんてバタフライなんだろう。お前やだ、あと2組で回ってくるし。あー、もうやだー。あ、レース直前。あ、もうここまで来たらやるしかない。よし、行こう。よーい、スタート。50メートル。あー、まあいけるかも。あー、いけるかも、調子いいかもしんない。うん、いけるいける、まだ全然息上がってないし。よし、どうで、隣は、あー、いい感じね。うん、まあみんないい感じに並んでる。よし、いけるいける。はい、頑張れー、はい、自分頑張れー、いける。最後25メートル。え、なにこれ、全然腕上がんないんだけど。上がんないの、この最初の 50m どこ行ったの。あ、もう長い、 25m 長いよ。着いた、しんど。無事歓迎。うん、どれどれ、私の記録、あ、え、ベストじゃん、マイナス1じゃん、やった。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、基本的に大会は私は追っか
な感じでした。今のこの大会のレースは 100m バタフライを想定してやったので、いやいや出てる設定になってます。実際に本当にこんな感じでした。で、逆にクロール 100m とかだったら全然喜んで出てます。あの大会 の電車も大会前も全然億劫じゃないし、よし今日はやったるぞみたいな気持ちで出てたので、そう、あのいやいやバージョンのこれは動画です。はい、皆さんもぜひ大会に初めて出る方は参考にしてみてください。皆さんはあのぜひ楽しんで大会に出てみてください。はい、ではこれで今日の動画を終わります。ありがとうございました。